ヌタリの作は、越国にあった、日本の古代上作、沼水城とも、大火3年に築かれたとされる。詳細な所在地は不明だが、現在の新潟県新潟市東区にあったと考えられている。越国の北端は、高玉天皇元年頃には、現在の新潟県の弥彦山と長岡市を結ぶ、線あたりであったと考えられている。 645年の木の富の変後に即位した高徳天皇が大化2年正月1日に改新の御事のりを示し、大化の改新という体制変革が起こった。すると、大化3年にはぬたりの柵が作られて、柵子も置かれ、翌大化4年には岩船柵が設置され、江戸に備えた。なお、資料にはないが、この時期の太平洋側では、道の区国に、 氷山遺跡として知られる名称不明の上作が作られた。斎明天皇4年7月4日に、ぬたりの作作りの大友泉が、江夷の朝県に際して、小塚の関与を授けられた。この時には、一不明の月皿作作りと共に、多数の江夷が暗いとものを授かった。蝦夷が招かれたのは、安倍平府の北公の成果であり、 ぬたりの柵作りはそこで何らかの役割を果たしたことが、示唆される。文献資料に見る、ぬたりの柵の後はここで途切れるが、1990年に、三島郡和島村の八万林遺跡で、沼水城、養老という字が書かれた木管が出土した。そこで、養老年間に、ぬたりの柵が、沼水城の名で機能していたと推定できる。別に、稲、 大村の母子に見える慶雲2年の越後城が解明されたぬたりの作ではないかとする説もある。ぬたりの作は平安時代の和名類受賞に見える沼水ぬったり里にあったと考えられる。そして近世以降現在に至るまで沼水という地名がある。地形的には品野川と阿賀野川の合流点付近の海岸平野で水運が重要だった。 当時の高市の実情にあった立地である。それでも、単純に現在の沼水とすることはできないのは、沼水町が、稼働変化の影響で近世の初めに4度も、場所を変えたことが知られているからである。知られる限り最古の場所は、現在の新潟県新潟市東区の大勢で、ここが有力候補ではある。だが中世にも、同じ理由で移転した可能性があり、 古代の沼水の正確な位置は不明である。大勢では、ボーリング調査によって、古代の水田跡が見つかっているが、それ以上の調査は、及んでいない。なお、岩船作の位置は、ヌタリノから北東に約40キロメートル、現在の道県村上志願線のあたりと推測される。ありがとうございます。